第二次世界大戦太平洋戦争日本本土の戦い日本本土空襲東京大空襲ドーリットル空襲ドーリットル空襲は太平洋戦争中の1942年4月18日にアメリカ軍がアメリカ陸軍航空軍の爆撃機によって実施した日本本土に対する初めての空襲のこと名称は爆撃機体の指揮官であったジミードリットル中佐に由来する 同リットル空襲とは、1942年4月18日に航空母艦ーネットから発信した B-25 総発爆撃機ミッチェル16機が太平洋戦争で初めて日本本土攻撃をした一連の空襲である。ヨークタウン級航空母艦2隻を機関とする、ハルゼー提督指揮下のアメリカ海軍機動部隊が太平洋を横断し、日本列島東方海域に到達して行った。 ジミードーリットル中佐を指揮官とする B-25 爆撃機16機は日本本土各地に空襲を実施し民間人に被害があった。軍事的な戦果は潜水母艦から航空母艦へ改造中のオオクジラが直撃艦で損傷、またアメリカ軍機動部隊の総統により漁船改造の特設監視停隊に被害が出た程度だったが日本軍に与えた衝撃は 極めて大きかった。作戦遂行において、中華民国の国民革命軍の支援を受けており、日本本土爆撃を終えた B-25 のうち15機は中国大陸に不時着して放棄された。この際、搭乗員8名が日本軍の捕虜となり、その処遇をめぐって問題になった。また1機はソビエト連邦支配地域に不時着して、搭乗員は抑留された。 アメリカ本土沿岸で通称破壊戦を行った移住。サンフランシスコ市内に張り出されたシェルターへの避難案内と日系アメリカ人に対する強制退去命令。1941年12月8日に行われた真珠湾攻撃以降、アメリカ軍は日本軍に対し各方面で一方的な敗退が続いた。さらに真珠湾攻撃終了後、 同作戦支援に回っていた日本海軍、潜県部隊の一部潜水艦を抽出して、潜県主体が編成され、アメリカ大陸西岸で行動する。巡船を継がた潜水艦経営9隻は、太平洋のアメリカとカナダ、メキシコの西海岸に展開し、12月20日頃より連合国、特にアメリカに対する通称破壊船を展開した。その結果、 約10日間の作戦でアメリカ西海岸沿岸を航行中のアメリカのタンカーや貨物船を5隻撃沈し5隻大破させその総トン数は64,669トンに上った。中には西海岸沿岸の住宅街の沖わずか数キロにおいて日中に多くの市民の目前で貨物船を撃沈したほか 浮上して艦船への砲撃を行い撃沈するなど活発な作戦を行った。1942年2月24日には日本海軍の E17 を継が大型潜水艦によるカリフォルニア州サンタバーバラのエルウッド石油製油所への砲撃を行いこれに成功するなど一連の本土への先制攻撃を行った。これらの日本軍による一連の本土への先制攻撃は これまでほとんど本土を攻撃された経験のないアメリカ政府のみならず国民にも非常に大きな衝撃を与えた。フランクリン D ・ルーズベルト大統領は日本軍の本土上陸は避けられないと判断し、ロッキー山脈でこれを阻止する作戦の立案を指示し、同時にニーハウ島事件の影響もあり日系アメリカ人の強制収容も行うこととなった。さらに、 アメリカ政府はこれらの日本軍の本土攻撃に対して国民の動揺と沿線気分を防ぐべくマスコミに対する報道管制を敷いたがその後も日本軍の上陸や空襲の誤報が相次いだ。さらには上記の砲撃作戦の翌日にはロサンゼルスに対する日本軍機の空襲を誤認した陸軍による降射砲戦が行われた結果6人の民間人の死者を出すなど アメリカ国内は官民を問わず大きな混乱と恐怖に覆われることとなった。1930年の時点で日本海軍はアメリカ海軍が保有するレキシントン級航空母艦による東京空襲と空母艦載機による爆撃や毒ガスによる市民への被害を指摘していた。空母による空襲のかにも米軍航空部隊がソ連領やアリューシャン列島に基地を進め、 陸上機により、日本本土空襲を行う可能性もあった。1942年2月下旬の頭上演習では、米軍が、ニア諸島のセミチ島に基地を建設し、開発されたばかりの米超大型爆撃機による、帝都空襲に成功している。また、連合艦隊司令長官山本五十六大将は、昭和16年1月の及川 小四郎海軍大臣に宛てた戦備に関する意見の中で日本本土が空襲された場合の国民の動揺を懸念していた。大本営海軍部も本土空襲を懸念していたが山本長官ほどの危機感は持っていなかった。いずれにせよ、米機動部隊による本土空襲を懸念していた日本海軍は太平洋戦争海戦とともに日本列島東方約700海里に 特設監視艇による紹介網を構築し、基地航空隊の陸上攻撃機による長距離作敵との相乗で、米機動部隊を監視することにした。敵機動部隊来週の場合、在内地艦船と航空部隊をもって擁撃する方針である。ただし、監視艇、紹介機の数は不十分であった。1941年12月8日の開戦時、アメリカ海軍は、 作戦行動可能な空母を7隻保有していた。真珠湾攻撃で日本海軍はアメリカ太平洋艦隊の戦艦軍に大打撃を与えたが空母の補足には失敗した。大本営海軍部は米海軍は小部隊によるゲリラ戦に出るだろうと判断しており、山本長官はゲリラ戦が米空母部隊による本土空襲と判断していたという。海戦以後、 ハワイ方面の監視に従事していた日本海軍潜水艦部隊は、幾度か米空母を発見するが、損害を与えられなかった。1942年1月初旬、以後第3潜水艦が、ハワイ近海で、米軍機動部隊を襲撃。同方面の日本海軍潜水艦が索敵したところ、1月12日に囲碁第6潜水艦が、歴ントン型一石撃沈を報告する。 実際の戦果は空母サラトが大破で、同艦は半年ほど修理を強いられた。1月24日、クエゼリン艦賞に寄稿した威力からの詳細報告により、連合艦隊は、歴ントンの撃沈を確信する。連合艦隊は、当分、米機動部隊は、太平洋方面で行動しないだろうと判断、警戒態勢を緩めるとともに、ナグモ機動部隊を、 ラバウル攻略作戦やミナカタ作戦に転用した。東方の情勢に懸念を持っていた、宇垣きまとい連合艦隊参謀長も各艦隊、部隊の意見に押し切られた。だが、アメリカ軍空母機動部隊は1942年2月初旬のマーシャル・ギルバート諸島機動空襲を皮切りに、ウェーク島や南鳥島など、日本軍の警戒が手薄な拠点に牽制攻撃を観行した。 日本海軍は潜水艦や陸上基地航空隊で揚撃あるいは索的攻撃を行ったが、米機動部隊を補足できなかった。連合艦隊参謀長の宇垣まとい少将は2月2日の陣中日誌戦争6に、今回のことせいに弔問の一針なり、開戦以来すでに2ヶ月に何なん,なんとす。彼もまた無策に終わる、はずなし、冒険性は、 彼の特徴なり、今や、選挙区南に西に火花を散らすの時期に投じたりと言うべく、実効果と合わせ合わせ、牽制の目的を達したり、今後といえども彼として、最もやりよく単効果的なる本法を取るべし、その最大なるものを帝都空襲なりとす、と記した。うがき少将は3月11日と12日の日誌にも同様の懸念を表し、 戦勝宿舎日の最中に本土空襲があることを想定して、その結果をモウダに戦慄を禁ずるのをはずと述べている。2月8日、連合艦隊は通信量の増大から対米国艦隊第3方を発動し、横須賀に在泊中の空母昇格を出動させた。第五航空戦隊と第一艦隊の戦艦により、警戒部隊を編成、米空母部隊の補足撃滅を命じたが、 異常はなく、2月15日に第3報解除に至った。3月10日、連合艦隊は通信情報から米機動部隊が日本本土に来襲すると判断、対米国艦隊作戦第3報を発令した。警戒部隊、潜水艦部隊、陸上基地航空隊が出撃したものの、米機動部隊は出現せず、3月18日の第3報を止めめに至った。 1>, 1月下旬以降、米軍機動部隊に関連する無線情報は1月31日、2月7日、17日、3月10日、28日の5回であったが、的中したのは1月31日と2月17日だけだった。以上のように、日本海軍は米軍機動部隊の奇襲に翻弄され、有効な対策を取れなかった。新方面は警戒が厳しくて、 潜水艦による偵察ができなかった。東、太平洋方面の海軍航空兵力は、トラック白地方面の第24航空戦隊、関東地区の木更津海軍航空隊と横須賀海軍航空隊に過ぎず、反撃は愚か紹介すら満足にできなかった。連合艦隊は、受け身の不利を痛感し、敵空母をおびき出して撃滅するという着想に至る。 軍令部や日本陸軍との折衝により2点3点した後、連合艦隊は5月上旬にポートモレス B を攻略、6月上旬にミッドウェイ作戦を実施、7月上旬に FS 作戦、10月を目途にハワイ攻略作戦の準備という計画を練った。4月5日、大本営海軍部はミッドウェイ攻略とアリューシャン西部用地攻略作戦に同意。 採用を内定した。日本陸軍は、この作戦は、ハワイ攻略の前提ではないか、アリューシャン作戦はソ連に悪影響を与えるのではないかと疑っており、ミッドウェイ及びアリューシャン作戦に、陸軍部隊の派遣を拒否した。4月16日、長野治軍令部総長は、長期持久戦略体制確立と、戦争終末促進を図る、第二作戦計画について、 昭和天皇に上奏、採下を得た。同日、軍令部は大会予備第85号により、連合艦隊と市内方面艦隊に対し第2弾作戦方針を指示した。ミッドウェイ作戦、FS 作戦、インド洋作戦、ハワイ攻略準備について触れていたとみられる。空母ホーネットに詰め込まれた B-25B 改造機。 1941年12月上旬の真珠湾攻撃以降も太平洋戦争の初戦でアメリカ軍は苦戦を強いられる。すでに述べたように日本軍潜水艦によるアメリカ本土攻撃も国民の士気に影響を与えた。このような状況を受けてアメリカ軍は士気を高める方策として日本の首都東京を攻撃する計画を立てた。後に同リットルも 日本本土への空襲は日本国民の心に混乱をもたらし、日本の指導者への疑念を抱かせ、アメリカは士気を高める必要があった。と、自伝で述べている。しかし、当時アジア太平洋の各地域で敗退を続けていたアメリカ海軍の潜水艦は警戒の厳しい日本本土を砲撃することのみならず、近づくにも大きな危険が伴うために、 海軍艦船による砲撃は行えないと考えられた。なお、アメリカ海軍は日本海軍のような潜水艦搭載偵察機とそれを搭載する大型潜水艦を実用化していなかった。アメリカ陸軍航空軍は長距離爆撃機を保有していたものの、その行動を半径内に日本を治める基地はなく、ソ連の領土は日ソ中立条約のため、 爆撃のための基地使用は行えなかった。アメリカ海軍の空母艦載機は航続距離が短く、爆撃のためには空母を日本近海に接近させる必要があり、これは太平洋上で唯一動ける空母機動部隊が危険にさらされることを意味した。ルーズベルト大統領は真珠湾攻撃から2週間後の時点で海軍に日本本土空襲の可能性を研究させていた。 1941年12月21日のホワイトハウス会議でルイズベルット大統領はアメリカ統合参謀本部に対し米国民の士気を高めるためにも可能な限り早く日本に爆撃すべきだと要求した。1942年1月海軍作戦部作戦参謀フランシスエスロー海軍大佐は空母方ネットの状況を確認した際、 航続距離の長い陸軍航空軍の爆撃機を空母から発艦させ、日本本土を爆撃するというプランを思いつく。ロー大佐は、造船所視察のために滞在中だったアーネスト・キング・提督にアイデアを説明。ロー大佐は、さらに航空作戦参謀、ドナルド・ビーダン艦海軍大佐に報告した。アイデアは、アーネスト・キング・提督からヘンリー・アーナルド・陸軍。 航空軍司令官に伝えられ、アーノルドは、ジミード・ドーリットル中佐を任務の指揮官に選んだ。関西する爆撃機として B-18、B-23、B-25、B-26 が候補に上がったが、B-18 は、航続力、爆弾搭載量ともに不十分、B-23 は、全幅が長く環境部を通過できない、B-26 は、 離陸距離が足りないといった問題があったため、条件をクリアしたのは B-25 のみであった。選定された B-25 のうち B 型から24機が本作戦用に回収されることになり、1月22日から作業に入った。部隊は第17爆撃隊から志願者を選別した。長距離飛行が要求されるため、燃料タンクを大幅に増設した。 爆弾層内や無線主席の脇にも燃料タンクが設置され、株重等も撤去してタンクの設置場所に開けて,ていた。機密保持のため任務の正確上必要ないと判断されたノルデン爆撃照準機を取り外し、代わりに11番機器長、チャールズ・ロス・グリーニング大発案のマーク・トゥエンと呼ばれたアルミ製管衣症準機が搭載された。爆撃の様子を記録するため、 機体ビブに撮影機材が搭載された一方で、ビブジューザーは撤去され、木製の偽装重心に交換された。着陸地点が未定だったためソ連に向かうことを想定して機体には防氷ブーツが装着され、作戦中は無線風刺となるため無線機類は撤去されている。使用する爆弾は通常の500ポンド爆弾1発と TNT と、 アマトール混合の500ポンド特殊爆弾1発、消夷弾128発を束ねた M54、中速消夷弾2発、計4発であった。2月1日、ノーフォーク沖で、ジョン・イー・フィッツ・ラルド海軍隊員と、ジェームス・カイ・マッカーシー海軍隊員が、B、B-25B を、ホーネットから発進させることに成功した。4月1日、16機が、サンフランシスコ・アラメダフ島で、 空母ーネットの甲板にクレーンで搭載された。陸軍航空軍爆撃機の空母からの発艦は実戦では初であり、この作戦の詳細はルーズベルト大統領にさえトップシークレットとされた。また任務終了後は空母に帰島を着艦するのではなく、日本列島を横断して当時、日本軍と戦争中であり、連合国軍の主要構成国の一国であった。 中華民国東部に中華民国国軍の誘導信号のもとで着陸する予定となった。小介石自身は日本軍の報復を恐れて着陸の延期を必要に要請しており、また中華民国軍飛行場への誘導電波発信機設置は間に合わなかった。アメリカ軍はウラジオストクを避難場所とすることを検討してソ連に提案したが日本と 中立条約を結んでいた同国は拒否した。B-25 を搭載する空母は、ホーネットとされ、姉妹艦のエンタープライズが護衛につくこととなった。第16任務部隊第18任務部隊爆弾に、日本の勲章を取り付けるジミーーリットル中佐。第23日、東丸。炎上する、第23日、東丸。空母ホーネットから発艦する、B-25。 1942年4月1日、16機の B-25 を搭載したク母ボホーネット及び護衛の巡洋艦3隻、駆逐艦3隻はサンフランシスコを出撃した。4月13日、第18任務部隊は、春贅帝特次機卒の第16任務部隊と合流し、日本へ向かった。事情を知らないホーネットの乗組員は B-25 を、 新珠湾に運ぶ任務だと噂していた。エンタープライズ乗り組みは、ソ連に B-25 を輸送する任務だと噂している。同リットル自身は、被弾した場合は搭乗員を脱出させた後目標に、特攻する決意だったという。事前の計画では、4月18日午後に、日本本土沿岸距離500海里地点で、B-25 体は発進。指揮官同リットル中佐は、 夜間の東京に、焼夷弾を投下、火災を目標に後続機が爆撃を観光。空襲終了後は、前期中国大陸に脱出というものだった。攻撃予定日直前の4月18日2時10分、エンタープライズはレーダーに2つの交点を発見する。米艦隊は、SBD ドーントレス爆撃機を、策敵のため発進させ、同期は、 北緯36度4部統計153度10分、北緯36.067度統計153.167度、36.067、153.167地点で、小海底を発見した。6時44分、米艦隊は、小海底を死認。それは、日本軍特設艦指定第23日東丸に、発見されたことを意味した。底引き毛漁船の、 第23日東丸は、軽巡洋艦ナッシュビルの砲撃と F4 回、ワイルドキャットの機銃装作を受けた。7時23分に撃沈されて、乗員14人全員は帝と運命を共にしたが、アメリカ軍側は、巡洋艦の手砲砲弾915発、12.7mm、奇重1200発、SBD ドーントレス1機悲劇追と30分を必要とし、 第23日東丸に無線を使う時間を与えた。6時45分に発信された敵航空母艦2隻、駆逐艦3隻未入が第23日東丸最後の無伝となった。後日、日本海軍は第23日東丸に対し感情を授与した。アメリカ軍は付近の小海底を一掃することを決意、エンタープライズから発信したドーン・トレスは 周辺の小海底を攻撃する。7時に、あわた丸、10時に、わたつみ丸、11時に第1岩手丸と、第2、朝日丸、長久丸。11時30分に第1福久し丸、高和丸、第26南進丸。12時には、永吉丸と、あわた丸、第3000大丸をそれぞれ攻撃した。以下、被害状況を記載する。第2、 朝日丸は1100に銃撃を受け、戦士1名、戦勝2名を出した。渡積丸は1100から銃撃を受けたが、被害警備だった。富久丸は1135に、艦爆から攻撃を受けたが、被害はなかった。淡田丸は1215に爆撃を受け、し禁断となり、軽傷1名を出したが、戦隊の被害は警備だった。第3 0代丸は1 2 2 2より、 機銃装者を受け、戦死2名を出した。第26南進丸は1140から6回に及ぶ空襲を受け、戦死1名、戦傷5名を出した。超9丸は、機銃装者で火災が発生して、漂流、翌日3時に沈没した。生存者は、淡田丸に救助された。丸は SBD1 機と交戦して、重傷2名を出し、 航行不能となる。支援艦赤木丸に栄光されて本土に向かった。第1位手丸は、米軍機の爆撃と、機銃装車で、航行不能になり、翌日17時に沈没した。船員は、潜水艦 E74 に救助された。12時50分、第21南新丸が資金弾で、航行不能となり、翌日17時に、軽巡洋艦基礎が、砲撃処分した。 超渡る丸は12時30分頃より空襲を受けたが、この時点では被害警備だった。だが米機動部隊に遭遇、艇長は敵情を確認するため、あえて機動部隊に向けて突入した。13時には、米空母2隻、米巡洋艦2隻を発見したと通報する。空襲を受けて損傷。さらに、約30分後の13時36分。 ナッシュビルが超渡る丸を6インチ砲102発、5インチ砲63発と1時間を消費して沈めた。超渡る丸の乗員9名が戦死し、5名がナッシュビルに救助されている。アメリカ艦隊による一連の総統により、特設艦指定隊は大きな被害を受けた。5隻沈没、7隻損傷、戦死33名、戦勝者23名と記録されている。 しかし、漁船改造の特設監視定隊の報告は、米軍機動部隊の奇襲計画を狂わせており、この点で空襲に与えた影響は、極めて大きかった。米艦隊は発艦予定海域手前の予想外の遠距離で日本軍に発見されたため、当初の夜間爆撃の予定を取りやめ、予定より7時間早い8時15分から、B、B-25 爆撃機を発艦させ始めた。 最後の B-25 学時16分に発艦した後、艦隊は直ちに退避を開始した。なお、B-25 の7番機の搭載爆弾には、中日米海軍武漢補佐官、ステファンユーリカ海軍中尉の所有物で、かつて日本から授与された紀元2600年祝典記念賞が同リットルの手で装着されていた。春税提督は諸君、利息をつけて、 この勲章を返してやれ、成功を祈ると伝言している。同リットル率いる B-25 爆撃機16機は東京府東京市、神奈川県川崎市、横須賀市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市などを爆撃した。16機中15機が爆弾投下に成功したが、照準ミスや進路変更などにより当初の軍事目標以外の場所を爆撃した機も少なくなかった。 以下、特筆すべき機を記載する。一番機は、茨城県から、東京上空に侵入し、12時15分に空襲を、行った。東京第一陸軍造兵将を目標としていたが、全く無関係の場所を爆撃してしまい、民間人に死傷者を出す。その結果、和製田中学の校庭にいた4年生の小島茂と、他1名が死亡、重傷者4名、軽傷者15名。 家屋50棟という被害が出た。一番機は、その後日本陸軍の97式戦闘機の追尾を振り切り、海軍厚木基地近くを通過して海上に出た。この時、厚木基地に配備されていた機体は、旧式の96式艦上攻撃機だった。中国大陸到達時の天候は悪化しており、また、中華民国軍飛行場には、 誘導電波装置が設置されていないため夜間着陸は不可能となり、同リットルは落下産脱出を命じる。午後9時30分、搭乗員は自動操縦の機体から脱出した。同リットル自身は作戦失敗だと判断していた。軍法会議にかけられると悲観しており、部下に慰められたという。4番機は唯一爆弾を海上に捨てて離脱した B-25 となった。 機長は日本軍機多数に迎撃され、機銃も故障して離脱したと申告している。6番機は東京を目標とした後、中国大陸沿岸の日本軍の占領区域に不時着した。爆撃手ライター軍曹、航空機関士、フィッツマーリス五長が死亡し、機長ホールマーク注意、副機長ベダー小尉ネルソン航空士が捕虜となった。8番機は、 カシマナダから東京へ侵入したが、機械部長のため燃料消費が早かった。8番機は北上して、栃木県の西那須の駅、新潟県の阿賀野川橋梁付近を爆撃しつつ、日本海へ抜けて、ウラジオストクに向かった。日本海を越えて19時35分にソ連本土に不時着したが、すぐにソ連警察によって拘留されてしまう。乗員は、 保虜的立場で各地を転々と移送された後、同盟国のイギリスの影響圏であるイラクに脱出して1943年5月29日にようやくアメリカに帰還した。11番機は本土侵入後にミトリク軍飛行学校の航空大気に迎撃された。そのため横浜に侵入することができず、回避行動中に発見した建設中のカトリ海飛行場を爆撃し、 九十九里浜を抜けて離脱した。横須賀軍港に対する空襲13番機は、暴走半島の南部を横断して、横須賀に向かった。13時ごろ、記念館、三笠の上空から爆撃を開始し、3発目の爆弾が、横須賀軍港第4ドックで、潜水母艦から空母へと回送中だった大オ鯨オに命中する。大オ鯨オでは、火災が発生した。13番機は、 日本海軍の中枢を爆撃することに成功し、対空砲火の中を離脱した。16番機は、ホーネット発艦時に、プロペラ接触事故で、乗組員1名が左腕を切断した。当初は、大阪を目標としていたが実際に爆撃したのは、名古屋で、10日後は、和歌山に向かい、後に、中国奥地で5名全員が捕虜となった。この16番機は、日本領土内の各地で、 民間人に対する機銃操作を行い、これが、後の死刑判決につながった。空襲を終えた16機の B-25 のうち、北のウラジオストクへ向かった8番機を除く15機の B-25 は、日本本土南岸の洋上を飛んで、中国大陸へ向かった。この時、B-25 は遭遇した船舶に対して、それが民間船であろうと機銃弾のある限り攻撃を、 行った。15時、室戸岬沖で、漁船、高島丸が攻撃を受け、重傷1名。16時、足摺岬沖で、漁船、第23機丸が2機に銃撃され、2名が死傷した。17時15分、鹿児島県の口の選ぶ島近海で、漁船、昭英丸が、機銃装車を受け、重傷1名が出た。日本海軍重巡洋艦、高尾。 4月9日、日本海軍は、新珠湾方面に紹介期多数を確認。14から15日には、北方方面での紹介期多数出現から、アリューシャン方面に有力部隊行動中の差がありとの見方を持った。だが、連合艦隊、第5艦隊とも、米機動部隊の本土来襲を予期できなかった。四月十八日六時三十分、第十三日東回るから、 空母2隻を含む、機動部隊発見という通報を受けた日本軍は、警戒を厳とする。しかし、米空母機動部隊の発見位置は、本土より600回り以上東方であった。日本海軍は、アメリカ軍の攻撃は、航続距離の短い艦載機によるものと判断する。アメリカ軍機の発進及び、関東地方空襲は、翌日早朝と推測した。そこで、連合艦隊は、 対米国艦隊作戦第3法を発令。第2艦隊司令長官、近藤信武海軍中将の第2艦隊に、米機動部隊の捕捉撃滅を命じる。近藤中将は、前進部隊指揮官として、内地在白艦艇を指揮することになった。あたごは空襲前日に、横須賀に戻ったばかりで、近藤長官以下、第2艦隊首脳部は4月18日朝から、 軍令部に出張していた。空襲時の横須賀には、高尾型重巡洋艦2隻、水上規模艦水穂、第4駆逐隊の影楼型駆逐艦2隻が在白しており、空母、超大鳥は、東京湾で訓練中だった。三河湾には、重巡洋艦マヤ、瀬戸内海には、第5戦隊の妙高型重巡洋艦2隻、呉軍港には、軽巡洋艦人数が所在だった。 上気艦艇に加え、日本に寄稿中の従順洋艦長海第7駆逐隊、第8駆逐隊、第10駆逐隊が前進部隊に編入され、米機動部隊の迎撃任務に当たることになった。同時に、連合艦隊は内海西部所在の警戒部隊に前進部隊の支援を命じた。駆逐艦が少ないため、4月17日にクレを出撃したばかりの第十五駆逐隊が、 警戒部隊に編入された。第26航空戦隊及び臨時に指揮下に入った航空部隊も戦闘準備を整え、木更津からは6時35分により一式、陸上攻撃機4機が発進した。トラック白地へ進出中の第6艦隊は9時40分に軍艦2隻と東方戦艦隊から潜水艦部隊を分離、的を命じ、千代田には 警戒部隊合同を命じた。本土東方500海里付近所在の第3潜水戦隊も策的攻撃を命じられた。横須賀鎮守府は8時5分に第23日東丸からの敵機動部隊発見第1報を受信し、8時20分に航空部隊に対し敵艦船攻撃第2報を加齢した。8時30分、横鎮管区に警戒警報が発令される。 軍令部は、各方面陳述部隊の航空隊を、横須賀陳述司令長官の指揮下に入れ、関東地方に集中することにした。また、これに先立ち最初に、アメリカ軍の空母発見の報告を受けた第五、艦隊司令長官、細海募士郎中将は、まず特設巡洋艦2隻に、昇海隊支援及び接触を命じた。続いて起動中の第二昇海隊に、 敵発見地点を基準として索敵するよう命じた。釧路港で休養整備中だった部隊も出動を命じられた。特設巡洋艦赤木丸は4月18日9時に第一小会隊の正光丸と監視艇17隻は同日14時30分に釧路を出撃20日夜までには統計149度線の配備に着いた。室蘭に停泊していた。 十巡洋艦ナチは十一時十五分に出撃。九時二十分に、あっけを出撃していた第二十一戦隊の、軽巡洋艦二隻は十八時三十分にナチと合流し、共に、米機動部隊の迎撃へと向かった。迎撃へと向かった各部隊は、上記のように、米機動部隊が、翌日十九日に攻撃圏内へ入ると考えて、いたが、実際には、すでに、 B-25 を発進後直ちに退避していた。そのため、これらを補足することができなかった。第2艦隊や警戒部隊は外洋に出て、米機動部隊を捜索したが快適できず、4月20日夕刻に作戦を中止する。21から23日にかけて各艦は母校へ戻った。当時無敵を誇った、ナグモ機動部隊は、インド洋で行われた。 西論沖海戦から日本への帰路についており、台湾近海を航行中だった。南雲機関の第二航空戦隊に属する空母2隻にも迎撃命令が下ったが、関東沖合の米機動部隊を捕捉するには距離が遠すぎた。草加三謀長は何かに対するジェスチャーとするなら別問題であるが、戦争にジェスチャーは禁物であると回想している。なお、横須賀軍港には、 多数の艦艇が停泊しており、小を取り、あたご、タカオ、あらし、のアけ、あさ嵐お、あらしお、しお、さざなみ、第22区選艇等が発砲したが、いずれも命中弾はなかった。また、宮崎県の都井岬沖には、第15駆逐隊が航行しており、16時17分に、駆逐艦、黒潮が B-25 数機を発見し、主砲と機銃で攻撃したが、 損害を与えることはできなかった。日本陸軍日本海軍からの通報を受けた陸軍は、1万1に備えて、各地の飛行部隊と防空部隊に防衛と紹介命令を出した。さらに敵爆撃機警戒警報を出したが、敵機の高度は高いの通達が、各地の判断を惑わせる。このため、各部隊は B-25 変態を発見しつつ、日本軍機と勘違いして、 上級司令部へ通報してしまう。また当時の B-25 のアメリカ軍国籍マークは旧式スタイルのため、自国の軍機と勘違いして B-25 に手を振る民間人もいたという。菅谷と岩屋監視省は B-25 をアメリカ軍機と断定して報告したが、電話交換士と監視隊本部との押し問答で15分を浪費し、情報は有効に生かされなかった。 かろうじて B-25 の通過前に迎撃を開始した後射砲部隊もあったが、旧式の88式7センチメートルや先校射砲で B-25 を捕捉することはできなかった。逆に後射砲弾の破片が市民7名を負傷させた。陸軍よりも海軍の後射砲台の方が活発に射撃したが、一発の命中弾もなく終わる。 なお陸海軍とも38式不標銃による対空射撃が多数記録されているが、全く命中しなかった。陸海軍航空隊3式戦、比エミ1型三沢海軍航空隊、第11航空艦隊、第26航空戦隊の木更津基地からは、一式陸上攻撃機部隊が、米艦隊捜索に発進した。第4作敵機が9時30分に、 B-25 短機を発見したのみで、米艦隊発見には至らなかった。この立候は、アメリカ軍の機動部隊に相当接近したと思われ、エンタープライズは 50km まで接近した、偵察機の存在を記録している。午後12時30分、第11航空艦隊は、敵艦隊の位置がわからないまま、巨雷を装備した一式立候30機、例12機、 内地に帰還していた空母加賀所属の冷戦12機を米艦隊発見地点に向かわせた。しかし、米艦隊はすでに反転しており、出撃は空振りに終わった。一式立航3機が墜落と、不時着で失われ、冷戦1機も不時着して大破した。各基地の航空隊は19日以降も策敵を行い、大部分は米軍機動部隊攻撃に備えて待機したが、 もはや出番はなかった。B-25 の大半の侵入ルートにあった、三鳥区軍飛行学校は、本来航空通信と、機上いての教育を目的としていたため、航空戦力がなかった。教官の平原近次総長が97、式戦闘機で出撃したものの、B-25 には追いつけなかった。しかしながら、試作戦闘機、 十61試作二2.3号機に搭載した補百三、一式 12.7mm 固定機関砲、射撃試験のため、水戸飛行を訪れていた、陸軍飛行実験部実験隊の荒巻吉次少佐、梅川良三郎順位が、六61で迎撃している。荒巻機は装備の弾薬等を大用弾から実弾に変更するため離陸が遅れ、快適できなかったものの、 梅川機は大洋弾のまま先行離陸 B-25 の11番機を捕捉し白煙を吹かせた。しかし11番機は撃墜には至らず離脱したためこれによって撃破された B-25 は4番機ともされている。なお11番機は日本軍戦闘機2機の撃墜を報告したが機61は無事帰還した。また川崎を爆撃した9番機は 機関銃を4丁装備した引き込み足の戦闘機から攻撃を受けたと報告している。さらに正午に翌日ラバウル航空隊へ送るために試験飛行をしていた海軍の13、思想発陸上戦闘機が横浜上空に広角砲の弾幕と山肌スレスレを飛行する装備翼の総発機を目撃し操縦していた小野飛総長は96式陸上攻撃機かと 思ったものの、当日早朝に敵空母機動部隊発見の報告から警戒警報が出されていたことから、米軍機かもしれないと考え、実弾を積んでいなかったため攻撃は行わず、急いで、木更津基地へ滑り込んだ。横須賀航空隊からは、宮崎勇飛行兵装ら3機の冷戦が発進し、紹戒飛行に当たっていた。冷戦を順次上空紹戒に発進させていたところ、 B-25 の空襲が始まった。霊戦隊は、総発機2機が試験飛行で飛ぶので注意せよとの通達を受けており、対空砲火の中を飛ぶ B-25 を通達のあった味方機と誤認した。霊戦隊が敵機だと知らされたのは着陸してからだった。東海地区では B-25 到達までに時間があったことから、空襲前に迎撃機が発進した。 鈴鹿海軍航空隊から96式、艦上戦闘機9機、96式艦上攻撃機、97式艦上攻撃機6機が出撃したが、空振りに終わった。陸上爆撃機は、高高度襲来の思い込みから高高度で待機し、少数機が低空で飛行する B-25 を見落とした結果だった。逆に、 洋上商会に出た97式艦上攻撃機1機が不時着し、乗員は救助された。陸軍からは、明野の陸軍飛行学校が臨時防空戦闘機隊を編成し、1式戦闘機、春3機、97式戦闘機15機に共艦が登場して離陸した。この部隊も B-25 と遭遇できずに帰還した。阪神地区では、 陸軍の飛行第13戦隊が空襲に全く対応できず出撃記録も不明である。ただし B-25 の15番機が神戸上空で97式戦闘機2機を目撃している。海軍は阪神地区の防空を担当しておらず動きはなかった。岩国航空隊が所属機を横須賀に派遣したのみである。洋上では 再帰海軍航空隊所属の99式、艦上爆撃機2機が15時47分に、高知県足摺岬沖で B-25 を発見した。井上文頭隊員は追跡を命じたが、速度の遅い艦上爆撃機ではいかん。ともしがたく、振り切られた。捕虜となった B-25 搭乗員を連行する。 憲兵歌手官搭乗員を処刑したことに対するアメリカのプロパガンダ風刺が日本側の被害は死者87名、重傷者151名、軽傷者311名以上、家屋全壊、全焼112頭以上、半壊、半傷53頭以上であった。このうち9名は日本軍校舎法の破片によると認められている。国際法上禁止されている非戦闘員に対する、 攻撃を意に行った気もあった。葛飾区にある水本国民学校では、高等科の生徒、石出美之助が、機銃装車を受け死亡した。この学童には、ヒ雲ン獣劇前種という戒名が与えられた。朝日新聞社は、鬼畜の敵、皇帝を装車等を報じている。また、日本軍の航空機と勘違いし、手を振った学童に対しても、機銃装車したが死者は出なかった。 ただし、この B-25 は学校屋上に設置されていた防空監視ラを見て軍事施設と誤認した可能性がある。14番機は名古屋病院を爆撃したが、これは第三師弾司令部を狙った攻撃が逸れたためである。16番機は他の B-25 に比べて積極的に機銃操作を行った。爆撃機体は 日本列島を横断し、中華民国東部にて、上院はパラシュート脱出した。この結果、15機の B-25 が全損となった。8番機は、ソ連のウラジオストクにフジギ、富士儀、上院は抑留された。爆撃機体のうち、上院戦士が1名、行方不明が2名、捕虜となったのが8名。同リットル中佐は、陸軍巡将へに階級特進。 隊員全員は、重慶で、小介席と、装備令と、晩餐会を共にした。5月5日、同リットルはダグラス DC-3 で重慶を、出発し、中東、アフリカ経由で5月18日に、アメリカへ帰国。議会名誉勲章を授与された。他の隊員も順次帰国し、熱烈な歓迎を受けた。ただし、捕虜搭乗員への配慮から、 作戦の全貌は秘密にされた。昭和天皇は杉山元参謀総長からではなく、東国宮敏彦大防衛総司令官に、真相を直接報告せよと、直命した。それに対し、東国宮防衛総司令官は、敵機は一機も撃墜できませんでした。また今のような体制では、国内防衛は、 不可能ですと答申する。なお、大本営は敵機球機を撃墜。損害警備、我が空地上両航空部隊の反撃を受け、蓄次退散中なりと発表した。中部軍に至っては、空襲直後に東京防空隊の撃墜接種奇数7を報告している。しかし当日は晴天であり、墜落した航空機など市民からは一機も確認されなかった。このため、 大本営の発表に対し、皇軍は空気を撃墜したのだと揶揄する者もいた。そのため陸軍は中国大陸に不時着した16番機の残骸を回収し、空襲時に撃墜した機体として4月25日から靖国神社で展示して国民の疑念を晴らそうとした。4月26日の朝日新聞は、まさしく応答は戦火の靖国神社臨時大祭に、 ふさわしい警官と評している。陸軍報道部は、指揮官は、ドゥリトルだが、実際は、ドゥナッシングと発表した。この空襲のため、東京六大学野球の開会式が中止となった。朝日新聞は4月19日長官で、バケツ、ひたたきの主君、我が家守る女子、まちに、けなげな隣組、初空襲に一億たぎる、闘魂、敵機は燃え、落ち、退散。 必ず小の民防空に害か、我に必勝腐敗の国土防衛陣あり等を報じ、日本国民の冷静さを強調した。一方、日本軍は空襲に対して疑心暗鬼となっていた。空襲前日の4月17日、伊豆諸島沖を航行していたソ連商船、セルゲイキロフが駆逐艦、サワフーの臨権を無視して逃走し、サワフーが打破する。 ソ連船は4月22日まで拘留された。足摺り沖のソ連商船、バンゼッチも99式艦爆日記から威嚇射撃を受けた。これはソ連商船が B-25 の行動を本国に報告しており、空襲と関係があるものと疑ったためである。駆逐艦、早オはソ連商船の連行を命じられたが悪天候のため一時見失った。空襲後は、 各地の監視省から存在しない敵対変態発見の報告が入り上級司令部を混乱させた。カモメの大軍を敵味方不明の大変態とする報告や存在しない米軍機との交戦報告が多数寄せられている。一例として大阪警備府はブリストレブレニム爆撃機とおんした大阪上空にて防空隊と交戦中と4月19日に報告した。 また陸海軍機に対する5人と誤射が18日から21日にかけて多数発生し、鹿島空の96式陸上攻撃機が陸軍戦闘機から誤射され、高橋光雄電信員が戦死した。5人空襲警報により天皇や皇族たちも臨時避難を余儀なくされた。4月21日、神戸沖で公試み中の水上規模艦、秋津島は、 B-25 を発見、砲撃して撃退したと報告する。実際は96式陸上攻撃機かダグラス輸送機に対する誤射であり、弾丸の破片が関西機船所有の小型客船、天女丸に降り注いだ。一方、日本軍に逮捕された爆撃機搭乗員8人は都市の無差別爆撃と非戦闘員に対する、 機銃掃射を実施した戦時国際法違反であるとして捕虜ではなく戦争犯罪人として扱われた。アメリカは爆撃機登場員が捕虜になったことを知ると彼らは軍事目標のみを攻撃したと事実とは異なる主張を展開した。5月6日、昭和天皇は蓮沼茂マ・自重部官庁に以下の希望を述べた。日本武士道に反せざるよう国際関係に 悪影響を及ぼさざるよう帝国新民にして、敵側に抑留せらある者に対する敵側の報復を誘わざるよう、穏便に行うことその後、上海市で改定された軍事裁判の結果、1942年8月28日に8名全員に対して人道に反する行為を犯した罪により、死刑が言い渡された。中央部では判決を指示する声が多かったが、 天皇の意向を受けた、登場首相は慎重姿勢であり、審議が続いた。10月13日、参謀総長は、品派県軍総司令官に対し死刑執行を3名とし、残5名を無期監禁とする、よう希望する。14日、原刑命令発令。10月15日、上海競馬場で操縦士2名と、獣手1名が処刑された。10月19日、 大本営陸軍報道部長は談話を発表した。福留茂は、陸軍はいつの間にか捕虜の処刑を済ませ、天皇にも海軍にも、事後創造や通告で済ませた、日本を攻撃して捕虜になったら、死刑になるという見せしめのためであったと回想している。1943年4月23日、アメリカは同リットル隊員が処刑されたことを初めて報道する。また、 日本政府に対して抗議を行う。同時に日本側の行為を野蛮人の蛮行として非難し、大々的にプロパガンダに利用した。また、日本の指導者であった東条秀樹を地に植えた独裁者であると宣伝し、現在もアメリカ国内ではそのように認識されている。1944年に、 これら捕虜を描いた映画パープルハートが20世紀フォックスによって制作された。ガダルカナル島の戦いやアッツ島の戦いを経た同時期に至ると連合国の間では日本人絶滅政策を検討するようになった。米軍の調査によれば約半数の米兵が平和が回復されるまで日本人は一人残さず殺すべきだと考えていたという。 1944年12月の世論調査では、アメリカ国民の13%が、日本人の全員殺害を希望するようになった。ルーズベルト大統領首席補佐官、ウィリアム・リーヒ提督は、日本は我々のカルタ語と表現している。3人の遺体は仮想の後国際赤十字を通じて、アメリカ側に引き渡された。残り5人の死刑執行は猶予された。 ロバート・ J ・メダーショーイは1943年12月1日に南京で栄養失調による赤痢と勝気で死亡した。一人は1945年当時重刑で療養していたと報道された。1945年8月20日に捕虜が解放された。16番機爆撃手、ジェイコブ・ディシェイザーは1945年8月20日に 北京で解放された後キリスト教の伝道者となり、日本で布教活動を行った。真珠湾攻撃の飛行隊総隊長を務めたフチタ、渕田光夫中佐は戦後ディシェイザーの冊子を読んで、キリスト教に興味を持ち、1949年に改修した。渕田はアメリカ伝道活動中、ジミー・ドーリットルと対面している。一方、 ドーリットルは1945年12月14日にマイアミでパーティーを行ったが攻撃隊参加者80名のうち20名が参加できなかった。ドーリットル自身は指揮官は秋に入りの部下を持ってはいけない。それは承知しているが彼らは特別である。私は彼らのことが気になる。彼らは我が家族の一員であると記述している。 海戦以来日本軍に対し各地で敗退続きだったアメリカ国内はこの空襲によっては来たった。一方、日本軍も東京初空襲に対抗して直ちにアメリカ本土に対する攻撃を活発化させた。6月20日、シアトル方面に展開していた日本海軍の潜水艦 E26 がカナダのバンクーバー島太平洋岸にある。 カナダ軍の無線羅針局を砲撃した。翌6月21日、日本海軍の潜水艦 E25 がオレゴン州アストリアにあるフォートスティーブンス陸軍基地を砲撃した。その後、連合艦隊司令長官山本56大将は内地で整備中の第一潜水船隊より潜水艦一隻をアメリカ大陸西岸に派遣し、 米本土爆撃及び通称破壊作戦を命じた。これは同リットル空襲に対する報復の意味があった。先見部隊指揮官はイ2 5に対し米本土爆撃を命じる。同艦は8月15日に横須賀を出撃、9月9日と同月29日にイ2 5関西域がアメリカ西海岸のオレゴン州を二度にわたり空襲した。この空襲による 日米両陣営の被害はなかったものの、同リットル空襲後も敗退を続けたアメリカ政府及び軍は国民への精神的ダメージを配慮して、この日本海軍機による空襲の事実を公表しなかった。なおこの空襲は現在に至るまでアメリカ本土に対する唯一の外国軍機による空襲となっている。E25 はアメリカの貨物船2隻と、 ソ連潜水艦 L16 を撃沈し、10月24日に横須賀へ帰還した。アメリカ軍機動部隊迎撃のため日本軍は頻繁に無線更新を行い、傍受したアメリカ軍暗号解読者たちは日本軍艦船、基地の最新呼び出し符号を更新した。これはアメリカ軍にとって最も貴重かつ有益な情報だった。彼らは新符号。 MO がポートモレスビーであることを解読、南洋部隊の直気作戦及び艦隊編成に対する手がかりを得た。エンタープライズとホーネットの2空母は日本本土空襲作戦に参加して4月25日に真珠湾に帰島した。このため5月7日から5月8日の35回回戦に参加することができなくなった。真珠湾での補給を終えた2隻の作戦復帰及び 三五海進出時期は5月中旬と予定されていた。この攻撃の方に、本土防空を受け持っていた陸軍はもとより、海軍の連合艦隊司令長官山本五十六、大将は衝撃を受けた。山本長官は、寺島県中条に当てた書簡の中で、今考えればヤバリヌノアの一撃はやっといて、よかったとの感与あるとともに、結局ヌノアを取って、しまいはなければ北回りも、 用意となりうべきものと思われこうと述べている。同リットル空襲が準軍事作戦というより、むしろ戦意公用を狙った宣伝的作戦であることを見抜きつつ、次回の空襲は本格的な大規模攻撃になると想定し、各部署に警告を発した部隊もある。本土空襲を受けて、山本長官は、日本本土の安全確保のため、敵空母殲滅を視野に入れた。 ミッドウェイ等攻略作戦を立案したとされる説も見受けられるが、ミッドウェイ作戦自体は同リットル空襲以前から検討されていた。4月16日付の大本営海軍部指示にて正式に採火されている。しかし、同リットル空襲以前から日本海軍はアメリカ海軍空母機動部隊の調領に悩まされていた。本空襲前に立案されたミッドウェイ作戦は、 日本軍のミッドウェイ島の占領により、反撃に出てくる米艦隊、機動部隊を撃滅するミッドウェイ島の前線基地化により、日本本土方面への米潜水艦活動を封殺し、飛行哨戒兵力の進出により、米空母の機動作戦を封じる、10月予定のハワイ、攻略作戦までのつなぎという、複数の目的を持っていた。さらに、ミッドウェイ作戦に反対していた軍令部と、 関心が薄かった日本陸軍が同リットル空襲を受けてミッドウェイ作戦にが全本気となったのも事実である。これには空母から航続距離の長い爆撃機を発進させて空襲を観行する戦法に対し日本側に反撃の手段がなく、従って敵空母を積極的に捕捉撃滅する懲戒基地を前進させるしか選択肢がなかったという側面がある。 5月5日、大会令第18号にて、長野治美軍令部総長は、山本長官にミッドウェー島とアリューシャン諸島、占領作戦を認可し、陸軍も同作戦に一機死体を提供した。このアリューシャン作戦には、日本軍にとって貴重な空母2隻が投入された。また、長雲機動部隊司令部や第二艦隊司令部は、乗組委員の休養。 疲弊した艦の修理、人事等によって低下した艦隊や航空隊の技量向上のため作戦延期を求めたが、山本以下連合艦隊司令部は却下している。同リットル空襲がミッドウェイ作戦に与えた影響の一つに日本海軍の艦隊艦における策誤がある。内地帰祷後、東京の軍令部や海軍省を訪問して磁気作戦の説明を受けた南雲機動部隊司令部や、 第二艦隊司令部は、ミッドウェイ作戦の作戦目的を、哨戒基地の前進により、米空母の本土来襲を阻止するものと受け止めた。ところが、瀬戸内海所在の連合艦隊司令部は、ミッドウェイ作戦の主目的を、米軍機動部隊撃滅としていた。この意識の違いは、戦艦ヤマトにおける、頭上演習で露呈する。連合艦隊参謀長。 うがきまとい少将は、連合艦隊の意図を詳細に説明したが、連合艦隊、ナグモ機動部隊、第二艦隊間の作戦解釈は最後まで、統一されなかったとみられる。日本陸軍は同リットル空襲の再発を防ぐため、作戦に利用された石膏症以南の国民革命軍の飛行場を利用できなくすることで、爆撃機による奇襲作戦を阻止しようとした。 これを受けてシナ派遣軍が実施した作戦が、説作戦である。作戦は1942年5月中旬から7月にかけて実施され、動員兵力約18万3個飛行船体により、目的の飛行場の破壊と同地を守る古宿道の、率いる第3戦区軍34個師団を打ち破ることに成功する。 同作戦は1942年9月30日に終了が発表された。連合国側は中国大陸から日本本土を空襲する作戦を立て、投入予定の B-24 爆撃部隊が移動中であった。しかし説作戦によって使用予定の飛行場が攻撃占領されたこともあり、この部隊はルーマニアの油田への空爆作戦である。 タイダルウェーブ作戦に転用された。本空襲は、デート防衛のあり方を問う、大きなきっかけとなった。東部軍司令官の中村光太郎大将は、陸軍防空学校及び校舎法、第7連隊の校舎機関法を皇居周辺の日撃や国技館の屋上へ配備し、1942年4月20日に、独立飛行第47中隊を防衛司令官の指揮下に入れ、 ゲート防空の任に当たらせた。軍では、この目的にかなう飛行場として、なります飛行場を建設した。政府は、空襲を受けて、東京が木造家屋が多いことと道路が狭いために火災による炎症が懸念された。このため、都心部で大久保通りの拡幅工事などで、強制的に立ち退きを要求され、木造の民家の取り壊しが各地で行われた。日本ニュース映画社に、 映像記録が残されている。本空襲のあった1942年4月18日は1883年以来、恒例行事となっていた、造兵局の桜の通り抜けの行事が催されていたが、空襲警報発令により中止され、以後、1947年まで中断した。本空襲での直接の被害はなかったものの、戦災により、 約500本の桜のうち6割が消失した。1934年にアメリカのスパイでもあったメジャーリーグベースボール選手のモーリスバーグによって撮られた写真が東京や横浜など日本主要都市を爆撃し軍事工場の位置を把握するのに利用された。空母から出動した爆撃機が正確に軍事基地を爆撃したため日本を慌てさせ、1945年の 東京大空襲作戦、広島と長崎への原爆投下なども、バーグの写真は有用な情報として、日本本土への攻撃に用いられた。空襲実施にあたり、ドーリットル中佐は、皇居を爆撃すると、日本の団結力が強まるとの観点から、東京の皇居を爆撃目標から外していた。4月18日8時30分の警戒警報発令により、 長野治美軍令部総長は、宮城に、三大、11時30分から20分にわたり、昭和天皇に状況を説明する。正午0時28分の空襲警報発令により、三種の、人義を、宮内省、第二基調射金個室へ移行。天皇、光順皇后、高古内新郎は、約30分後に、同場所へ避難した。赤坂離宮の皇太子、沼津御用邸の皇太后、 他皇族たちも、それぞれ所在地の避難所に移った。午後2時、杉山元参謀総長は天皇に空襲状況を、創上。午後3時51分に空襲警報解除。天皇、皇后、正人親王高子内親王は4時18分に、おつね殿に戻った。茂子内親王和子内親王厚市内親王は、くれだけに戻った。 同年10月26日の南太平洋海戦で日本海軍は米空母ホーネットを撃沈し空母エンタープライズを撃破する。翌日昭和天皇は上英一郎大佐に対し敵空母を昨日の戦闘にて第二撃破せしたため敵は空母にて本土空襲の可能性なくなりたるにひずやと加紋した。白大佐はアメリカには 特設空母が20隻以上あるので落観できないと条文している。東条秀樹総理大臣はこの日の午前中に宇都宮市内を視察した後に次の目的地である水戸に大臣専用機で向かった。正午、専用機は水戸上空で通り取る機と約 20km の距離ですれ違った。東条は同乗した秘書官にあれはアメリカだぞと叫んだ。 秘書官によれば、双方の顔が見える距離まで接近していたという。アメリカ側も、専用機を銃撃せずそのまま西へ向かった。専用機が飛行場に着陸して、すぐ、東条は、東京が空襲されたことを初めて知った。東条首相は、すぐ飛行機で帰ると言い出したが、周囲が東京の警戒を混乱させるという理由で、水戸発午後3時の列車で帰京させた。 この列車は午後5時45分上野駅に着いた。東条は途中、天気奉仕の基調のため皇居により、首相官邸に各閣僚からの情報をまとめた後、午後8時に皇居に参大し、天皇に空襲に関する報告をした。なお、海軍の山本長官は軽い払板のため勤務を休んでいた。軍令部第一部長、福留茂中将は、 長谷川清台湾総督の招待を受けて帝国ホテルで就職中であった。同リットル空襲の成功はすぐにアメリカ本国でも宣伝されたが、作戦の全容は長く取得された。空母ホーネットの名も例外ではなく日本軍の捕虜となった B-25 搭乗員たちも陸地から発信したと情報の取得に努めたが4月21日に ホーネットの名前を明らかにしている。記者会見で空襲の成功を発表したアメリカのルーズベルト大統領は記者団からの爆撃機はどこから発信したのかという質問に対し発信地はシャングリラと答え煙に巻いた。淵田光夫は空母赤木環状でルーズベルトの声明を聞き実際に海図を広げてシャングリラの位置を探したという。 シャングリラとは、ジェームズ・ヒルトンによる1933年発表のベストセラー小説で1937年には、ハリウッドで映画化もされた、失われた地平線に出てくる架空の地名で、ヒマラヤ付近にあるとされる神聖な都である。それを知らない記者には、冗談が通じず、爆撃機は、空母シャングリラから発信と一部で誤って報道された。 このエピソードが元になったものか、後日、アメリカ海軍は本当に空母シャングリラを収益させ、さらにその空母を用いて着艦フックなどの装備を搭載するなどの回収をした PBJ で初着艦試験が行われた。1943年12月10日、ビルマ戦線にて陸軍航空部隊飛行第50戦隊の一式戦、春25機は中国へ、 補給物資を空中輸送している輸送機4機と共に、アメリカ陸軍航空軍の B-251 機を確実撃墜したが、この B-25 共同撃墜者の一人である、前川義岡町は同リットル空襲で姉を亡くした人物であり、この撃墜は姉のあだとなっている。アメリカ軍が配備している B-2 と B-52 を置き換える予定の B-21 は、 ドーリットル空襲を行った部隊の通称、ドゥーリットルレーダースにちなみ、レーダーと命名された。ありがとうございます。